there. Sonic has had a lot of TV series like Sonic Boom, Sonic Prime. I would like to know your opinion on previous series from Sonic, like Sonic X. What do you think of them?はい、まあ、ソニック X は今までのモダンソニックのシリーズを、まあ、なぞってたストーリーではあるんですけども、やっぱり世界観がちょっと違うんですね。で、今回のソニックプライムはちゃんとモダンソニックの世界をベースとしたストーリーになっているので、まあ、そこはぜひ期待してほしいです。What about the comics? What do you think about the Sonic comics? ソニックコミックスも昔アーチーコミックで長年こうやってたんですけども、IDW に変わってからは我々セガのちゃんと監修を受ける形でストーリーが作られているので、ちゃんとモダンソニック そのコアの部分になぞった形で、その上でコミックが作られています。 Before coming to Brazil, did you have any idea on how Sonic was popular over here? Sorry, I have no idea, but ブラジルのソニックファンの方たちは昔からすごく熱狂的なファンコミュニティがあるっていうのは、まあ、昔日本にいる時から知ってたんですね。なので、まあ、いつかブラジルで直接、ファンの方と会いたいなと思ってたので、まあ、今回のブラジルゲームショーで来れたのは本当に嬉しかったです。 How do you feel about the Sonic movie's success? そうですね、やっぱりその映画のパラマウントのフィルムの制作チーム、これとこう結構密にミーティングを重ねて、ストーリーとかキャラクターの性格とか、そういうのをずっと我々と一緒にこう作り上げてきたので、やっぱりその映画フィルムの、専門家の方たちがすごくソニックをいい形で映画にしてくれたっていう、まあ、それが一番の要因だと思います。そうですね、来月11月8日にソニックフロンティア発売されますので、ぜひ皆さん買って遊んでください。Thank you so much.